コラボス、関西百名山。ワウワウ。今日は4月29日。ちょっと恥ずかしい。西藤原駅にやってきました。可愛らしい駅やね、これ。SL のね、形を模してあるらしいですね。三岐鉄道。パシャ。今日は、第、18、19、早いですね。西藤原と御池岳を縦走しようというプランです。それでは今日も元気に行ってみましょう。きれい。今日も快晴です。はい、8時31分スタートです。ひげも伸びました。はい、8時35分ですね。見えてきましたよ。駅からね、登山口まで近い。あ、神社鳥居ですね。2つ目の鳥居がどうこうってなんか見たね、ヘッポコさんの動画で。休憩所。もう綺麗な休憩所。初めてなんでワクワクですね。はい、一つ目の鳥居をくぐって、二つ目の鳥居の右手から進んでいきます。はい、そして熊に注意。可愛らしい、ごめん。ラジオと鈴を鳴らせた。めちゃめちゃよく整備された登山道です。あの、女の方も多かったですね。段差があるからちょっとしんどいな、これ。そうやね、あんまり飛ばすとね、バテるね。1時48分、17分駅から2合目。はい、そうか。表登山道からね。8時55分、はい、24分が経過で、はい、3合目。おはようございます。淡々とした登山道で、ね、6合目になると足場が歩きやすくなってきます。はい、駅から46分。はい、一気に。はい、9時23分7分目、はい、ここまで来るとなんかちょっと鳥の声が聞こえたり、寒くなってきました。駅から54分。はい、ノンストップ藤原です。鈴鹿セブンです。ノンストップ藤原です。9時31分、はい、駅からもうすぐ1時間ですね。はい、ちょうど1時間、はい、8号目。この辺りからバイケースを出てきました。で、ケイランっていう蘭に葉っぱが似てるからバイケイソウっていう。ただこれ、あの、食べられる草ってよく似てるんやけど、毒があるので取って食べたりしないようにと。はい、こんだけ生えてるからね、食べられたらすごいいいんやけどね。ダメ、食べれる草でもいらんわ。やっとカルスト台地っぽい特徴的な地形になってきました。あ、これなんとかって意味だけどな、この白い花も。何も思い出されへん。後で調べよう。かわいいね。こういうアングルがいいな。熱。ノンストップ藤原。鈴鹿セブンです。おお、これは。
じゃあ9号目です。おなんか車道が見えるね、あそこに。ほんまやな、めっちゃ車の道があんねや。そうやね。9時41分スタートから1時間10分距離は3キロ。9号目です。見て見て見て、うん、9時58分、はい、1時間27分経過しました。 3.7 キロで藤原山荘に到着です、はい、うん、あの山に登らなあかんちこと、そういうことやね。行くか、もう行こう。だってあれやろ、そうや、あそこが藤原山荘、うん、天狗ちゃんは藤原岳はピストンする形になりますね、山頂まで。すごいお天気、快晴。10時14分1時間39分が経過しました。やりました、うん、第18座目藤原岳、ナイスビュー、うん、素晴らしいね、素晴らしい、うん、いや人気の山ですごい人が多かったです、うん、三角点がこれですね、タッチ、はい、はい、はい、記念撮影待ちだね、さっさと、はい、はい、すごいな。いろんなとこがあるもんやね。すごいわ。かわいい。さすが花の100名だ。これ全部つぼみやで。かわいい。10時25分、あそこ藤原岳山頂ですね、はい、あれを降りてきて藤原山荘とちょうど中間地点ぐらいのところでお昼ご飯にすることにしました、はい、お腹空いたんでね、うん、今日はコンビニ調達サバそして塩にぎり、そして昨日の居酒屋で余った漬物うずら卵、そしてりゅうちゃんはスケロクですね、はい、でおやつもついでに紹介しておきましょうかね、りゅうちゃんのシュガーマーガリン、はい、来ました、ポテチ好きなんですよ、ポテチもね。で、チンミと、はい、いう感じで、はい、いただきます。はい、10時52分、藤原山荘に戻ってきました。今からこの天狗岩方面に向けて進みたいと思います。標準歩行で30分、あれが行ってきた藤原岳ですね、ピストンして戻ってきました。はい、どうでしたか藤原岳は。よかったね、あ、広々してたね。では行ってみます。絶対思い出すよ、子供の頃に行った、うん、あ、この辺とかね、岩の感じが、うん、いや初めてやからね、すっごいなんか楽しみ、うん、そして尋常じゃない汗かきました発汗量半端ない、うん、11時11分、天狗岩、ワン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 って感じですね、あそこ行ってみましょうか、足元気をつけて、はい、藤原岳最高点らしいよ、1171、すっごく人が減って、なんかかつて経験のない景色やね鉄塔広場です。ズダガハラ、標高1143メーター、はい、でこういうのが至る所についてるんですごい分かりやすいですね、ありがたい、やっぱあれやね、きっとあれやだと思うね、
栗の花です。片栗の花。一輪咲いてますね。電車のね、あれに書いてあったよ。片栗粉か。片栗の花がいっぱい咲いててね。楽しい。11分が経過しました。距離は 8.3 キロ。白瀬峠、はい、こっちに分かりやすくついてますね。はい、小ぐるみ谷小池、うん、山谷小池、こっちじゃん。いや、でもまっすぐ、こっちに、あ、まっすぐ、ここにも書いてる。ほんまや、どれがほんまなんや。あそこにも書いてる。時間は11時53分。はい。木屋川岳？新川岳？はい。お池岳向かっている途中です。こういう尾根沿いの道をずっと、ツツジも咲いててね。岩鏡もいっぱい咲いてました。この辺はないかな。こっちを向くと、こんな感じ。小ぐるみたいにここまで戻ってくんのよ。ああ、ここまで戻ってきて下山は、ああ、しんどすると合流したね。はいはい、ここで小ぐるみ、はい、出会い、しんど。さっき小ぐるみ6合目、はい、通過してからそっちの登山道6合目なんですね、はい、合流するところが。そっから人が増えてきましたね。はい、帰りはまたここを戻ってきて6合目から下山です。はい、はい、12時19分、はい、大池岳と山道7合目、はい、やっぱあれやね、片栗の花有名なんだ。しんど。はい、あった感じの、お、シャキッとせんと落ちるよ。これ左側切り立ってるからね。しんど。やばい、集中。いいね、ここも。はい。バテバテ。あ、アットマークしてあるよ。はい、疲れたときはハニーアクション、はい、こういうちょっと食欲ないけどガス欠になりそうというときは飽きやすくなりました。はい、これを。お池だけでハニーアクション。ちょっとね、上からね、降りてきたんでね、不安になったんですが、うんうん、ここで合ってるみたいです。はい、鈴木田だけ、お池だけ、ほう。はい。そうだね、そうだ。あ、OK。こう、なんかジブリの森みたいになってきました。そして振り返るとめっちゃバテてるリュウちゃんがいます。ちょっと昨日今日とハードだったのでだいぶお疲れが出ております。でももう8合目過ぎだからね、お池岳山頂まではあと少し頑張りましょう。12時49分見えてきました、お池岳頂上。
ぺん休憩しような。時刻は12時57分。ちょっと軽く休憩しまして、ボタン淵の方、あの眺めがいいそうなので、はい、そこを見て、はい、天狗の花行って、下山にしたいと思っております。天狗の花ってどこへ？ボタン淵からすぐのとこ。あそこがおそらくボタン淵と、これね、ボタン淵と言われる場所で、ボタンって言ったらイノシシのことなんですけど、あそこの淵キワキワに追い詰めたからボタン淵という名前がついてるそうです。まあここぴょこっと飛び出して、もうちょっと引っ返したらすぐさっきのコースに戻れるはずなので、はい、はい、見た目ほど遠くないはずです。ここだけ行って帰りましょう。意図あるじゃん。イノシシを追い詰めてます。まさかイノシシ。待てイノシシ。でもね、さっきの登りがきつかったけどね、下り基調はやっぱりちょっと気が楽やね。あ、こういう時怪我しやすいから気をつけなあかんねんけど、まあ、でもこの道気持ちいいよ。まあ、うん、時刻は13時4分、はい、ここがあそこ花が見えてますわ。おほらほら、あ、横から近づいたら天狗花が、すごい、ツーショット撮りました。すみません、はい、そう、なんか後ろ姿も良くないですか？そう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 、花が映ってるのでよし、ちゃんと戻ってきてや。おい、危ない危ない、すごいね。ありがとうございました。あと、ここからこっちを見るとね、花っぽく見えるよ。あ、天狗の花ポイント来てよかったよ、やっぱり。あ、で、あそこで、あそこがボタンですね。またイノシシ。待てイノシシ。13時7分、ほらあっち見るとどう見ても天狗の花です。 あれがね、すごいな、うまい具合に花っぽくなってるよね。はい、ここにイノシシを追い詰めてボタンブチだそうです。へ、うわー、丁寧に教えてくださいました。で尺投げ、うん、尺投げのトンネルがあるらしいです。あそこほら、あの辺、あそこね、ピンクになってますよね。めちゃくちゃ綺麗かったらしいです。羨ましい。すごいね。13時49分、はい、距離は14キロ、はい、5時間15分が経過しております、はい、ここ6合目まで戻ってきたので、はい、こっから先はこの大池岳登山道で、はい、下っていきたいと思っております。はい、ちょっと待ってよ。コグルミラに出会い、あ、ここね。あ、まだこっちからキャットが起こって、前はこれ崩落しとってないけど、崩落も今はしてないってことね。はい、じゃあこれで下っていきましょう。はい、こんな登山道です。つづら折れで、あの道で迷うことはないね。しっかりした登山道です。ちょっと大池岳のメインの登山道、ちょっと急やねこれ、ちょっと急やね。これは急やね。へっぴり腰のええとこです、うん、また。危ない。確かに谷って感じやね。小ぐるみ谷。谷です。
感がまたすごいよね、この白い感じが。どうですか、このコースは。とにかくしんどい。あの気をつけて、あの歩道まで出ましょう、車道までね、とりあえず。小古南登山口に到着しました。14時24分やりました。あー小古南、あのザリ出て結構勾配急やったんで神経すり減りました。いや3時前に下山できて、もう何よりです。車いっぱい止まってますね。あーもうホッとしました。あー楽しんどかった。こっからやで、問題はね。ここからロードの旅が始まります。はい、まあ10キロぐらいかな。はい、10キロの計。ほほほやで、これ。ほほなく駅です。あの SL の西藤原駅です。なんか練習して帰ってきましたよ。なんか懐かしい感じしますね。朝はもう藤原岳、ひたすら無心に登って、ーコースタイムよりもかなり早く着いたんじゃないかなという気したんですよね。でも今日は楽勝かなとか思ってたんですけども、何のもきつかったね。きつかった。あそこの勾配がね、やっぱりきつかったし、暖かいから眠くもなったし、ここね、いやなんで、やっぱりあのお池だけまた今度ゆっくりね来てね、いろいろ周遊したいなというふうに思います。そうやな。りゅうちゃんさんはどうでしたかね。しんどかった。おー、だいぶしんどそうやったもんね。その後またどっか行きたい言うからもう。ちょっとね元気になりかけとったからちょっと言うてみようかな思ったんですけど、もうむっちゃ怒り出したから諦めました。まあ百名山やってるうちにもう一回行きたいなっていう山があったら、それも楽しみにしてね、また次の楽しみにしたらいいかなというふうにも思います。疲れたね。まあ無事こうやってまた戻ってこれたことに感謝。次なる冒険にまた英気を養って出かけたいと思います。今日も皆さんありがとうございました。はい、バイバイ。かわいいね、 SL。 ここ三義鉄道の終点なんですけど、ほんま岐阜までつなぐ予定だったみたいなね。ちょっとあの山が大きすぎて残念だった。はい、お疲れ。